皆さんこんにちは、本日は再びエキストラの紹介をしたいと思います。前回アブソルだけやりましたね。まあ、捕獲はまだできていませんけれども、アブソル以外もちょっとやっていきたいと思います。じゃあロトム行きましょうか。電気タイプ、ああまだ地面が1匹しか抜群取れるのがいないので少し厳しいかもしれないですね。やってみましょうか。もっと地面タイプのポケモンが増えれば攻撃力倍になりますので、より攻略しやすくなると思います。ではロトム、これも第5ポケモンが入ってるはず。おっと、バリアか。バリアがあるんですね。揃えて、なるべくバリアをね、解除するためにはバリアと合わせてポケモンを消すという感じでしょうね。ちょっと慣れるまで難しいかも。わかりますかね、この 右側の方で、例えばゴマゾウ1番目にバリア張られてますよね。ここだ、こういうところでこうやってゴマゾウ揃えてあげればバリア消える。でここビクティにまた右側バリアがあるので、ここ揃えてあげると消える。で多分ね、右側こうやって揃えてあげれば3列揃えてバリアが消えると。お邪魔は幸いしてこないステージっぽいので、こんな感じでバリアを消しつつやっていくといいと思います。でメガ進化した後はメガ効果でバリアをまとめて消せますので、例えばこんな感じで揃えると、こうやってある程度まとめて消せますね。バリアがあるところでまとめてこんな感じで消すと。今途中からゆっくりやりましたのでクリアできませんでしたが、もう一回やってみましょうか。最初は慌てずにバリア消すことを最優先で考えた方がいいかもしれないですね。コンボを継続させる前にバリアを消すことを優先した方がいいかもしれません。もう一回やってみましょう。今ライフ0になってますが、ストックライフが46ありますので、ストックライフ使っていきます。すぐ溜まりますからね、チェックインボーナスでも。じゃあまず上の方から消していきましょうか。ゴマゾウ消して、サンダースかな、消して、ヤミヤミ消して、ビクティニー消して、タブンネス消して、もうだいぶ消えましたね。じゃあここからコンボ継続させていきます。まだ左がちょっとバリアかな。でもメガ進化したんで、これで、ああ消えちゃった。メガ効果でも消しつつ、うん、ああ29秒残しか、惜しいですね。30秒残しだったらランク S 取れてたと思うんですけども、29秒だと多分ダメかな、例外がなければ。これで捕獲率が 46%、 抜群。今1匹だったんで、もう少し地面タイプが増えればもう少しやりやすくなると思います。で捕獲できましたね。はい、ランクはやっぱり A ですね。はい、ロトムはゲットできました。で次、ルカリオ、これはなかなか使えるポケモンなんで、ぜひ捕獲しておきたいですね。で、だいぶ捕まえたポケモンも増えてきたと思いますので、また別途、特におすすめのポケモンというのはまとめていきたいと思います。で、ルカリオは実は、ミッションカードの条件にもあるんですよ。ミッションカードで、20秒残そうと、ありますので、ここでも、ミッションカードの目標、ミッション条件を達成することも目標として、捕獲もできればするということでやっていきましょうか。でこのルカリオは、まあ、まずメガ枠は多分でいいですね。で2分あるうちの20秒残せばいいんですよね。で抜群ポケモンは割といるんですよ。こんだけいるんですよ。では色かぶりをしないようにするっていうのも大事なんですけども、ちょっとここで今まであんまり説明してこなかったスキルについて説明したいと思います。
まず抜群ポケモン、抜群タイプ取れるので炎タイプがあります。こんな感じですね。で4匹いるんですけども、まずアチャモのこの送り火コンボで炎タイプのダメージがアップと。なんかいつかちょろっと説明したかもしれないんですけども、送り火を発動させてその間コンボしてる間は炎タイプのダメージが2倍になるんですね。2倍です。なのでこの時間制の ステージの場合はコンボを途切らせない限りはずっと送り火からコンボが途切れない間ずっとダメージが2倍なんですよ、炎タイプ。なのでこの送り火で炎固めにするといった編成を組むとものすごく倒しやすくなります。これでいきましょうか。まあ、メガアークはあの炎タイプいないんで多分ね大丈夫です。だから初手でまず送り火を発動させて、であとはコンボを途切らせない、途切らせない間は炎タイプのダメージ、この3匹は全員2倍になります、ダメージが。あとは第5ポケモンが入ってきますので、第5はもちろん2倍にはなりませんし、メガアークも2倍にはなりませんけども、多分これでだいぶ攻略しやすくなると思いますのでやってみましょうか。ちょっとね色が被ってるのが難点なんですけどね、もう少し被らないといいんですよが、まあやってみましょうか。でアチャモの送り火は4マッチは確定です。3マッチは 50% なので4マッチさせる必要がありますね。まずここ行きますね、4マッチで、ここから切らさないでいきますよ。送り火で切らさない、絶対切らさない、切らさなければダメージは2倍です。メガ進化、切らさない切らさない、切れてないですね。縦ぞろいを意識する、なるべく横ぞろいじゃなくて。慌てずにしっかり縦ぞろい縦ぞろいを意識して、メガポケモンが降ってきたらメガポケモンを揃える。あー切れちゃった、切れたらもう一回送り火やり直しです。4マッチ送り火、メガポケモンも揃えていって、まだ切れてないですね。縦揃え縦揃え、あっとお邪魔してきた、びっくりした。あー切れちゃった、切れたらやり直し、送り火4マッチ送り火、はいこれで45秒残しでした。今みたいなコンボスキルと呼ばれているものなんですけど、今の送り火炎タイプですね、他にもあの各タイプごとにコンボスキルというのがありますので、時間制では特に活躍します。 46%、 あー残念、スーパーゲートチャンス来ましたけど 46% だったら何回かやってれば捕獲できますので、これはいいですね。そしてミッションは達成ですね。20秒残しましたので星3ゲット、ライフ5個。ああミッションカードの条件にライフがありましたっけ。ああ星3個でライフ5個ですね。でさっきの条件が見えないや星何個か、ああ星3個かな、ちょっと水大好き、クリアのマークで隠れてますけど多分これ星3個ですね。これ達成しました。まあ、今のような感じでまとめますと、送り火とかのコンボスキルのポケモンがいる場合はそれと同じタイプで固めて、メガアクイガが固めて初手で必ずコンボスキルの送り火発動させて途切らせないようにしていく。途切らせない間は炎タイプのダメージはずっと2倍で、途切れてしまった場合はもう一回送り火から発動させ直し、あとは色がなるべく被らないように、今回はちょっとやむを得ずこのポケモンしかいなかったので、あと人影がいましたけども全部なんか似たような色だったんで、ちょっと色が被って見づらかったかもしれないですけど、これはやむを得ないですね。はいこんな感じでやっていくといいと思います。ちなみにこのルカリオも捕獲すると分かるんですけども、もう一回やっちゃおうか。
捕獲するとわかるんですけども、ちょっとまず捕獲したいですね。4マッチ送り火作りますね。こうかな、送り火開けちゃった。もう一回送り火でメガ進化、あとは気やさないようにメガ効果でメガポケモンも消しつつ、あー切れちゃった、やり直し、送り火、切れた。4マッチ送り火、メガ効果メガ効果メガ効果、メガポケモン揃えた後はしばらく降ってきてないですよね。少しコンボしやすい。あ、切れちゃった。はい、4マッチ送り火。メガ効果、メガ効果。目覚ましてきましたね。まあ、岩ブロックだけなんで、そんな気にしなくていいと思います。切れた。切れたらやり直し。4マッチ送り火。4マッチ送り火、32秒残し、さっきよりちょっと切れた回数が多い分時間かかっちゃいましたね。さあ今度は捕獲できるでしょうか。 31% ちょっと低いですね。お、ラッキー、説明したかったんで良かったです。捕獲できて、はい、攻撃力は70、高いですね。で、総攻撃、これはコンボで格闘タイプのダメージがアップと。で、さらにメガ進化もしますね。ルカリオナイトはもうミッションカードじゃないや、トレーナーランクの方でゲットしますので、メガ進化ポケモンとしても使えます。で、格闘タイプは抜群取れる範囲が結構広いのと、あとノーマルタイプに唯一抜群が取れますので、このルカリオは非常に使えるポケモンです。総攻撃は送り火と同じです。タイプ別のコンボスキルで総攻撃から発動すればコンボが途切れない限り格闘タイプのダメージはずっと2倍になります。はい、なので今3つ、あ、前回アブスやってるのか、前回アブスルやってるからロトムとルカリオやりましたよね。だこのフリーザーなんかも送り火編成でいいと思うんですよ。行きましょうか。同じ編成です。まず送り火の4マッチを作りましょうか。こうしてこうかな、送り火消えちゃった。送り火結構お邪魔してきますね、このステージ。消えちゃった。送り火メガ効果、やっぱ色がかぶってのが見づらい。消えた。送り火切れた。送り火メガ効果メガ効果、切れちゃった。切れたら慌てずに送り火やり直し、切れた。送り火、あ、1分1秒残し、これランクエースいけたんじゃないかな。まあ別にランクエース取らなくてもいいんですけど、多分2分だったんで半分残しましたね。61%、 これ高いな。あれ残念、今毎回送り火から発動させてましたんで、これ送り火発動させないと
結構厳しいと思います。こんな感じで今の時点ではアチャムの送り火とそれからさっきゲットしたルカリオの総攻撃格闘のコンボスキル、多分この2つがコンボスキルとして持ってるポケモンに現時点ではなると思いますので、時間制で抜群取れるステージでコンボスキルがあるものに関しては活用した方がいいですね。不思議はなんかもこれアチャムの送り火使いますね。あとは樹海院でも炎抜群取れますので送り火使いますよね。ちょっと格闘タイプはあれかな、現時点ではこの中では抜群取れるのは多分いないですね。うん、アブソルかあれか、アブソル抜群取れますね。うん、アブソルは、まあ、ランク S 取れてるんでもういいですけども、お皿でやっておきましょうか。せっかくルカリオ手に入れましたね。ちょっと待って、格闘か、あの3匹しかいないのか、まあいいや。メガ枠でとしても使えますけども、あえてメガ枠にはせずに、メガ進化してしまうとスキルって使えなくなっちゃうんですよ。メガ進化の効果は使えるんですけども、通常の総攻撃の方は使えなくなってしまうんですね。なのでメガ枠には入れずに3匹格闘固めにして、であとはメガ枠はタブンネで行ってみましょうか。うん、まあ色はややかぶってる感じもしますけれども、最初にやった時はだいぶやりやすいんじゃないか。最初多分35秒残しとか39秒残しとかそんなもんだったと思うんですよね。でルカリオはね、発動率どれぐらいだったかな、多分4マッチだと確定じゃないかもしれないので5マッチさせましょうか。まずルカリオ4マッチしかできないかな。あ、決まってないですね。5マッチ必要かも。5マッチ総攻撃レキア3位でいく。メガ進化、うん、44秒残し、やっぱり残りましたね。だいぶ全然このコンボスキルから発動するだけでもやりやすさが変わりますので、今後時間制に関してはコンボスキルをしっかり活用していくといいと思います。そっか、まだ捕獲もしなかったんだ。 71% な、はい、ゲットしました。はい、スキルは忘れさせるというものですね。こんな感じで今日はまあエキストラの1から4まで一通りやりましたけれども、まあ、特に強調したいところはコンボスキルの活用ですね。今は格闘の総攻撃ルカリオと送り火のアチャモ、このタイプのコンボスキル2つしかありませんけれども、全タイプのコンボスキルがありますので、これからゲットできると思いますので、ゲットしたらどんどん活用していくといいと思います。今回はエキストラの攻略に伴ってスキルのうちコンボスキル送り火と総攻撃炎のコンボスキルと格闘のコンボスキル紹介しましたけれども、今後いろんなポケモンゲットするにあたっていろんなスキルが登場します。で、今までは私の方からあまりスキルについて細かいことは特に説明してこなかったんですけども、今後のことを考えるとやっぱスキルについても理解していただく必要があると思いますので、簡単にスキルについて説明しますと言いましても、私から説明言葉で説明しても、私が文章とかでまとめるよりもすでに丁寧にまとめてくださっている方がいらっしゃいますので、そちらのサイトをご紹介したいと思います。ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、ポケトルサーチャーさんのサイトですね。 Google でポケトルサーチャーで検索すればすぐに出てきます。あの細かい検索条件指定してポケモンのスキルだったり攻撃力だったり全部
ポケモンに必要な、ポケトルのポケモンに必要な情報っていうのは、もうすべてここで検索ができます。例えばさっきエキストラで大活躍したアチャモでポケモン名で検索すると、この下の方に出てくるんですね。アチャモがレベル1の時の攻撃力は50と、でレベル10だと70で、今はレベル上限は10ですけども、アイテムを使うとレベル20まで上げられますので、そうすると攻撃力が115になると、こんな感じの情報が出てまして、でスキルが送り火でしたよね。で送り火をクリックするとこのようにスキルの情報が出ます。コンボで炎タイプのダメージがアップと、でダメージ倍率が2倍と。でこの辺の情報ってゲームの中には載ってないんですよね。なのでスキルの詳細なんかはこのポケトルサーチャーさんで調べればもう全部載ってます。でさっきエキストラの時間制では私送り火は全部4マッチから全て発動させてましたけども、スキルはレベル、通常とは別にスキルレベルというのがあるんですね。ポケモンにはレベルがありますけれども、通常 の経験値を貯めるとレベルが上がるというものがありますけれども、それとは別にスキルごとのレベルっていうのがあります。で最初はレベルみんな1です。でスキルレベルは5まで最大ありますが、現時点ではスキルレベルを上げることは今できませんので、基本的にレベル1の前提で考えてください。で送り火の場合は4マッチであればスキルレベルが1でも 100% 確定発動です。3マッチだと 50% ですね。で今後スキルレベルが上げられるようになると、スキルレベル5にすることによって3マッチでも確率が 90% になります。なので送り火に関しては正直スキルレベルが1であっても4マッチ以上が確定なので、特に意図的に4マッチの形を作れる時間制エキストラのステージなんかではもう十分スキルレベル1でも実用的に使えるスキルになってます。なのでアチャモはしばらく活躍しそうですね。送り火を持ったポケモンは他にもいますけれども、当面の間はアチャモ活躍すると思います。あとはもう一個、総攻撃のルカリオで検索するとこちらも出てきますね。ルカリオで総攻撃と押しますと、こっちはあれですね、まあ、同じダメージ倍率は送り火と同じで格闘タイプは2倍ということですけども、発動率はだいぶ違うんですよね。さっき4マッチで発動しなかったなって思いましたが、スキルレベルが1ですと 50% 半分の確率なんですよね。5マッチだったら確定でさっき確かに発動しました。でスキルレベルを5に今は上げられませんけども、今後上げていった場合は 100% 4マッチでも、3マッチだったら 65% と、送り火と比べるとだいぶ発動率が違いますね。むしろこちら低い感じです。まあ、このようにポケトルサーチャーさんのサイト活用してスキルの方も少しずつ覚えていくといいと思います。では 3DS の画面に戻しましたが、最後にスキルのレベルの確認です。どうしようかな、これいいか。この画面でポケモン選択して、で上の画面ですね、これ不思議だね、4つの力、この右側にスキルレベルが出てます。これオレンジマークが1個ついているのでスキルレベルが1ということですね。全部今1です。みんな今後スキルレベル上げるためには、ちょっと前に前回の動画だったかでこれかウィンクのナイトル、まだ捕獲できるレベルではないですけども、捕獲した後はアイテムをドロップすると、そのドロップがスキルパワーなんですよ。でこのスキルパワーを貯めていくとスキルレベルが上がっていくという仕組みになってるんですね。今後スキルレベルを上げる時が来ると思いますので、現状はスキルレベル1前提で大丈夫ですけども、スキルレベルを上げるとポケモンの先ほどのスキルの発動率が上がるものだったり、あとは中にはポケモンのスキルの攻撃力そのものが上がるといったものもありますので、今後スキルが増えていった時にはポケトルサーチャーさんでまず確認するといった感じでいくといいと思います。では本日は以上となります。ご覧いただきましてありがとうございました。